皆さんこんにちは。今回の動画は日本海への日帰り旅行です。絶景に温泉、そして珍獣の波乱万丈の旅です。最後までお付き合いをお願いします。そらくん、チャンネル登録よろしくお願いします。早朝より出発の予定でしたが、すでに時刻は11時を過ぎました。岡山から国道53号線を北上し、津山、奈義町、智頭町を通り鳥取を経由して日本海を目指します。最初に53号線で紹介するところは、岡山空港を紹介したいと思います。岡山空港は無料の駐車場があります。この場所は滑走路の横で目の前で飛行機を見ることができます。夜は空港の照明がすごく綺麗で、家族連れやカップルがたくさん訪れるそうです。空港の東側にはレスパール富士が鳴るという温泉施設もあります。次に紹介する場所は岡山ラーメンです。岡山ラーメンの玉松さんは運転免許センターを過ぎてすぐのところにあります。玉松さんのラーメンは豚骨をベースに野菜、蜂蜜、スパイスなどをたくさん入れ、栄養満点だそうです。お店自慢のスープなので最後まで飲んであげてください。今回はラーメンと餃子をいただきました。どちらも美味しくいただきました。走り出して1時間で久米南町の中島ブロイラーさんに到着です。中島ブロイラーさんは大人気の行列のできる鳥専門店で、定番の唐揚げはもちろん、1羽の丸焼きまでも販売されています。走ること15分、ここが津山駅です。JR 津山駅近辺には津山城跡鶴山公園や津山学びの鉄道館などがあります。津山を過ぎると奈義から智頭方面に向かうと、陸上自衛隊日本原駐屯地があり、その先には、ループ橋があります。ループ橋近辺には菩提寺の大井町や屋敷の滝があります。御邸寺の大井町と屋敷の滝は以前に紹介していますので、概要欄の URL を参考にしてください。このループ橋を過ぎると53号線とはお別れです。
地図インターから中国横断自動車道と鳥取自動車道の無料区間を走行し、目指すは絶景の日本海です。このトンネルを抜けると以前に紹介した余部鉄橋です。いつ見てもすごく綺麗な景色ですね。今日は休日なのでたくさんの観光客でにぎわっていますね。ここからは絶景の日本海を空撮でお楽しみください。
Thank you.